今日は今先生がおっしゃったように、この後実習というかデータベースを使った演習がありますけれども、マイク使った方がいいかな。はい。聞こえますか。今日はこの後、データベースを使った実習がありますけども、そのなぜそういうふうに生物でデータベースを使ったりして研究するのかということの背景になるような話を少し私が、前座ということで話しますけど、タイトルがちょっとこの恥ずかしいようなタイトルなんですけれども、皆さんこれからいろんな将来のことを考える上で少し、どういう分野があってどんなことがなされているのかというようなことを少しお話した方がいいだろうということもありまして、この情報生命というその分野の話をしようと思います。で申し遅れましたけれども、私はここにありますように東京大学の、ちょっと長ったらしいんですが、新領域創生科学研究科という大学院にいまして、その中にまた専攻という、情報生命科学専攻、まさに私が今そのタイトルにある情報生命というところにいます。で、これは柏という千葉県の柏にあるキャンパスなんですが、以前私はこの近くのですね、白金台の医科学研究所、東大の医科学研究所ってところにいました。この辺りでよく昼ご飯を食べたりしてるんで懐かしいものでした。でもう一つ下に書いてあるのが科学技術振興機構というところで、今日この会を主催しているところでもあるんですけども、バイオサイエンスデータベースセンターのところにも私は、兼務しているという状況です。さて、それで、前置きはそれぐらいにしまして、今日は皆さんに伝えたいことは、大体3つあります。一つはこの後お話ししますけども、皆さんがこの中で多くは生物学に興味がある人が多いということなんですが、生物学とか医学っていうのが、皆さんが今やっているようなその実験ということとは少し違って、情報の学問という側面が強くなってきたということです。でその、ことを表すのが、情報生命とか、また別の言い方ではシステム生物学とたりもしますけども、そういうような学問が今生まれてきているということです。それから2点目はこの中に、生物よりむしろそのコンピューターとか数学とか物理に興味がある、学生さんもいらっしゃるということなんですが、実はその情報科学とか数学あるいは物理学、そういう分野の、大きな研究のターゲットが生命になるとなっているという側面もあります。でそういう観点で、実はその自分は生物に関心ない、あまり関係ないと思っているかもしれませんけども、ひょっとしたら皆さんその分野にこれから携わる可能性があると、で情報科学とか数学から見ても非常に挑戦的で面白い課題がたくさんあるってことです。ちょっと最後の話を今飛ばして、これは最近の資料から出てるプロジェクトの資料から持ってきたんですけども、最近数学の人気っていうのがだいぶなくなってるそうで、私のように東京大学でもあんまり数学を志す学生が減ってるというふうに聞いてます。でそうすると若い人があんまり入ってこなくて、なんとなくこう数学という分野が日本の中で衰退しつつあるというようなことも言われてるわけです。それではいけないっていうんで、数学イノベーションと言ったりいろんな言い方をしますけども、数学と他の分野が一緒になっていろんな問題を解決していこうという動きが出てきます。そのプロジェクトの中でのキーワードを少し生物学に関わるのを拾ってみたんですけども、こんなような一つ一つは説明しませんけども、こういう、キーワードの研究に数学の人が取り組んでいるということがあるわけです。ですから皆さんのイメージは数学っていうとなんとなく純粋数学というイメージが強いかもしれません。なんか部屋に閉じこもって一人でじっと考え事をしている、そうではなくて、こういうさまざまな分野と連携して、これほんの生物学の一分野だ、生物学との関連の分だけ拾ってきたんですけども、こんなような研究がなされている。でもこれ見ても全然ほとんど分かりませんよね。私も見ても、分からないんですが、数学の人はなんでこんな難しい言い方をするんだろうという感じなんですが、ちょっと下の方を見ると、例えば画像を診断画像から
がんの悪性度を判定するとかですね、そういうような話ありますし、この辺りには、インフルエンザウイルスがどん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 その変異していくわけですけれども、それが数学的にどんなふうになっているのか、そうすると今後どういうふうに変異していくのかというようなことを、まあ、予測したりすることをやる。例えばこんなようなことが今、数学の人たちも関心を持ってやっているわけです。ちょっと戻しますと、今生物学と情報、それから、まあ、数学と生物学という話をしましたけれども、実はこれは生命科学に限らずに、いろんな分野でこの融合分野、あるいは境界領域といったりしますけれども、そういうものがますます重要になってきています。世の中で解決すべき問題、今の環境問題にしても原子力の問題にしても、一つの学問で解決できません。いろんな学問のを組み合わせて問題を解かないといけない。ますますその世の中の問題っていうのは、複雑かつ大規模化していると。そういう意味で、生物と情報、生物と数学という観点だけではなくて、皆さんがこれから進んでいく上では、その一つの学問はもちろん極めないといけないんですけども、それだけではいろんなことが解決できないので、さまざまなことに興味を持ってもらいたいと、まあ、いうことです。じゃあちょっと話を少し進めます。じゃあ今日の本題である情報生命っていうのはどういうことかということなんですけども、皆さん今習っている生物学っていうのは大体分子生物、分子生物学と呼ばれているものだというふうに思います。でそれはここにありますように、生命現象を分子、タンパク質であるとか核酸であるとか、そういうような分子の観点から眺めて、この分子がどういうふうに相互作用するかという観点で生命を見ていこうと、あるいは理解しようということですね。あるいはその分子という言葉を使って生物を記述すると、そう言ってもいいかもしれません。一方その情報生命っていうのは、この言葉から見て分かるようにですね、情報の分子に対応する言葉が情報ですから、生命現象を情報のシステム、情報のシステムっていうとそれは何でも情報のシステムなんですね。飛行機が飛ぶのもいろんな情報システムがありますし、銀行のシステムも情報のシステムですし、生命現象をそういう情報のシステムとして捉えてみると、で情報という観点で見ると、情報をどう解読すればいいのか、情報をどう変換しようとか、情報を比較して何か結果を得ようとか、情報から何か抽出しようとか、操作しようとか、表示するとか、あるいはその情報のネットワークがどうなっているか、こういう観点で生命現象を捉えようということです。でこういうような学問分野っていうのは、そこにありますように、今から20年ほど前にヒトゲノム計画っていうのが始まりましたけれども、それをきっかけにして発展してきました。で最初は、大量のデータをどう処理するかということをの技術、情報の技術、コンピューターの技術を、開発するというところから出発したんですけども、これからお話しするように、最近はその生命をシステムとして理解する、情報、今言いましたように情報のシステムとして理解する方法にも、研究が展開されてきています。ですから今皆さんが、学んでいる生物というのとだいぶ研究のスタイルも違うし、ものの見方も違うという研究が今、非常に活発になってきているということなわけです。それでちょっと今情報生命という言葉を使ってますが、私のいる所属するところも東京大学の情報生命科学専攻というところなんですけども、今 その分子生物という言葉から言うと情報生命というのは割と分かりやすいと思うんですけども、実はこの情報生命という呼び名は定着しているわけではありません。いろんな使われ方が、いろんな組み合わせの言葉が使われています。この情報生命という言葉を表す時にもですね、まずその、生物の方から見ると、生物とかバイオとか生命とかライフとか、あるいはもう少し限定してゲノムとかいう言葉を使いますし、こちらの方の情報というところも情報という言葉にしたり、あるいは英語を使ったり、それこそ計算という言葉を使ったり、それの英語バージョンであるコンピテーショナルという言葉を使ったり、あるいはまあシステムという言葉を使います。それからそれを科学と呼んだり、学と呼んだり、工学と、でこれらの組み合わせがいろいろありますから、必ずしもその、私が今日お話しするというのは情報生命という言葉では呼ばれてないことがあります。例えば私今大学院の方は柏キャンパスの、先ほど言った情報生命科学専攻なんですけども、
私は学部の方の4年生までの方の、もう担当してますけども、それは、理学部の、生物情報科学っていうんですね。そういう意味で、まあいい加減といえばいい加減なんですけども、使い分けてたで、気持ちとして少しだけあるのは、情報生命っていう時には、生命研究が中心で、やりたいことは生命研究で、それを情報的な立場で情報の視点からやるというのが情報生命です。逆にその、例えば生物情報という言い方をすると、生物のために情報の研究をするという、少しこれは車の両輪という裏表の関係なんですけども、若干言葉遣いが違ったりします。でも一般に今日は情報生命という言葉で通しますけれども、非常によく使われているのはバイオインフォマティクスという言葉がよく使われています。これはもともとは最初にお話し、先ほどお話したように、ゲノム計画から出てくる大量のデータをどう処理するかというところからスタートしたような、学問分野です。さて、それで、少しその中身をご紹介していこうと思いますけれども、その生命研究になぜコンピューター、あるいはもっと言うと情報科学が必要かと、不可欠かという話です。で、これは当たり前じゃないかと、今どんな分野あるいはどんなその仕事でも、みんなコンピューターを使って、現に今目の前に皆さんコンピューターを持ってるわけですね。そういう意味でその生命研究にコンピューターが必要っていうのは当たり前のことなわけです。だけどもそういう意味ではあえて言う必要もないし、それからその情報生命という新たな言葉を使う必要もないんですけども、もう少しそのよく見ていくとですね、生命研究にはその今言った少し仕事を効率的にするためにコンピューターを使うというようなことよりも、もうちょっと違う意味合いがあります。大げさな言い方をすると、単に道具としてだけではなくて、本質的役割をコンピューターが担う、あるいは情報科学が担うということです。でそれが最初にお話ししたその、医学とか生物学とかいうのが情報の学問になりつつあるということに、なってくるわけです。でそれを少し見ていきます。まず一つはデータの量が多いから、これはコンピューターを使う最も普通のことですね。が2点目がデータや知識が非常にいろんなものが多数あって、1種類のデータだったりすると割とその量が多くても扱いやすいんですけども、さまざまなものを扱わないといけないです。それから3点目は生物だと、完全に同じものを探してくる、例えばデータベースを探すときもですね、同じものを探してくればいいというわけじゃなくて、微妙にこう、違ってたりします。それは生物っていうのが、何か人工物のように設計されたわけではありませんから、自然のその何億年かの進化のプロセスでできてますから、ぴったり一致するってことがなかなかないんですね。ですからそういうことで似ているってことは使わないで、そのコンピューターの処理でも、完全に同じものを探してこいっていうと割と簡単なんですけども、一文字違ってもいいとか少しこれが違ってもいいっていうのを探すのは非常に大変です。ですからそこに本質的な問題が生じてくる。でこれは生物特有のことになってくるわけです。だから4点目がこれも後で少しお話ししますけども、いろんなものが確率的にしか捉えられないことがいろいろあります。そういうふうになってくると、これはやっぱり人間の頭で理解するっていうのはなかなか難しいものがあります。これも後で少しお話しします。それから、生物学生命研究どういう言い方をしてもいいんですけれども、そうだ、今日は生物と生命って言葉はいい加減に使います。もう少し使い厳密に使い分けてもいいんですけど、今日はあまり気にせずに同じものだと考えてください。でその生物学あるいは生命科学と言ってもいいんですが、その数学とか物理とか化学と違って、その何かの方程式でパッと書けるっていうところがないんですね。そうするとどうしても、この遺伝子はこういうふうに働いているとか、この遺伝子はここでこういうふうに働いているとかですね、そういうふうに記載をしていかないといけないわけです。でそれが記載が終わったら全部それをまとめて、例えばその天体の観測をして最後にケプラーの法則一つ導けばいいっていうもんじゃないわけですから、記載していかないと。ただ記載するときに非常に難しいのは、これはこんな形をしているとかこうだとかいうときに言葉で表現するってことになってきますと、そこに曖昧性とかいろんなものが、あるいは人によって言葉の使い方が違う。そうすると、サイエンスとしてうまく積み上げていくためには、それを何か、その対応関係をきちんと調べないといけないわけです。それから最後に、この要素が多数あって、その間の関係が非常に複雑です。
ですから人間の頭の中でストレートに、これがこうなってこうなってこうなってというのがなかなか捉えられない。そういう意味で単に、コンピューターがその道具として、量が多いから必要というだけじゃなくて、今言ったような問題を扱わないといけないから、コンピューターあるいはもっと言うとそこの背景にある情報科学という、コンピューターの理論というのが、不可欠になってくるわけです。でこのあたりのことを少し抽象的な議論ばっかりしててもしょうがないので少し見ていきますが、まずそのデータ量が多いって話です。でこれはまさに、情報の爆発がと言ってもいいくらいのものが、起きています。でゲノムの文字列 ATGC の文字列を決める、装置をシークエンサーと言ったり、ゲノム配列決定装置と言ったりしますけれども、これの、伸びが非常に大きいです。ちょっと先にしますけれども、そのヒトゲノム計画、我々の人間のゲノムを決めると、これ大体文字数にして30億文字 ATGC の数にしてあるんですけども、これ、1990年ぐらいからスタートして、15年ぐらいかけて、3000億円ぐらい使いました。それが今もうすぐ、1人のゲノムを決めるのに大体10万円ぐらいで1日ぐらいでできてしまうという時代になってきている。そういう意味でパーソナルゲノムを安い値段で簡単に決められると。で最後にお話しますけど、そういう、100万人規模の、ゲノムを全部決めてしまって、何かいろいろ健康に必要なあるいは病気の解明に必要な情報を取ろうというのもあります。でさて、そういうようなその状況になってきているのは何かっていうと、ここにこれちょっと小さくて見えにくいかもしれませんけれども、そのいわゆるそのゲノム決定装置、ここでは新型シークエンサーといいますけど、そういう装置を、それが、どれぐらい伸びてきているかということです。でこれ単純にこうスーッと伸びているように見えるんですけど、こっちちょっと切れてて 見えにくいかもしれませんけど、これは単位が、ログスケールになっているんですね。ここが1億、100億、1000億、1兆と、でこういう形で、伸びてきているわけです。でこれはだから、1年も経ってすぐ10倍ぐらいの能力が上がってくるというわけです。でちょっと戻しますと、でこの能力っていうのはコンピューターもまあ非常に日々進歩するわけですね。でコンピューターの性能ってどの程度進歩するかっていうと、これは昔から言われているムーアの法則っていうのがありまして、だいたい18ヶ月、1年半で倍になるっていうことなんですね、コンピューターの能力で。今のそのこのこれはですね、それをはるかに超えてまして、コンピューターがどんどん速くなっていくよりも先にこのデータが出る装置の能力が上がっていくと、こういう状況になっているわけです。でどん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 ゲノムも安く決めれるようになります。でそうするとですね、今はその1万ぐらいの生物の、1万種のですね、生物のゲノムプロジェクトもスタートしていると、我々人だけじゃなくていろんな、病原性の微生物であるとか、植物であるとか、さまざまなもののゲノムがまあ決められている。でそれから、画像とか動画、今日この話はしませんけれども、非常に増えていると。でこういうふうにデータの爆発が起こっていると同時に、知識の爆発も起こってまして、論文が今大体2000万件ぐらい溜まっています、生物分野だけです。で、年間どれぐらいの論文が出るかっていうと、今60万とか70万の論文が出るわけです、英語の論文が。で60万70万っていうと、1日に直してもすごい数の論文が書かれているわけです。でそれらを読んでいろんな研究をしていく、あるいは開発をしていくとなると、非常にもう大変になってしまうわけですね。とても人間が頑張ったって読める量じゃありません。せいぜい1日に10本読んだってとても追いつかないわけです。でこういうような状況ですね。であとそのこういうものを格納したデータベースも増えてまして、まあ、世界中に1万とかそれ以上のデータベースもあると。でこれらをまとめて言うと、ライフサイエンスっていうのが今、ペタのオーダー、キロがあってメガ、それからギガ、テラ、ペタですね。でそれが10の15兆のデータ量になっている。いろんなデータベースを作ったりあるいは設計するときに、だいたいこの10の15兆ぐらいのオーダーのデータを収めるというようなことを考えて設計しないといけなくなってきました。ペタの上は何か知ってますか？キロ、メガ、ギガ、テラ、ペタ、エクサっていうんですけども、それは10の18乗ですね。でそこには多分届くだろうっていう感じになってきてます。でこういうふうに、まあ、とにかくデータが多いと。
でちょっとまた今度話を少し、変えまして、データのことではなくて今度データの解析解釈の話です。でよくあのゲノムは生命の設計図というような言われ方をして、こういうふうに DNA をまあ一次元の文字列を表現すると、そのうちの一部分が遺伝子と呼ばれているタンパク質をコードしている領域で、ここにあるような形でいろんなものが作られていくということはよく皆さん知ってるんですが、そうするとこういうふうに一方向に物事が決まっていくんであれば、最初のその文字列を決めれば、みんな何でも分かりますよねと、分かる人の生物のことが分かりますよねということで、これを決めようっていうのがゲノム計画なわけですね。文字がどういうふうな順番に並んでいるか、これが分かればどういうタンパク質が作られるかも、まあ、分かるというわけですね。で問題はですね、こういうふうに文字列を決めるプロジェクトが今から20年ぐらい前に始まって、ヒトゲノムプロジェクトが始まりましたし、先ほどお話ししたように今1万を超えるような生物種で、ゲノムプロジェクトが進行して、どん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 この文字が決まっているわけですけども、問題はですね、この文字が読めた、こういうふうに、ね、読めたときに、今言ったように先ほどここに赤く色を塗ってましたけども、この遺伝子と我々がまあちょっと遺伝子の定義もいろいろ細かいことあるんですが、まあ、ちょっと今日はそこのあたりは全部カットして大雑把な言い方をしますけれども、こういう文字列、色のついたところをどうやって、見つけるかっていう問題になるわけです。この文字列を与えられたときに、そのどこにどういうその情報がコードされているかというものを解かなければ、いくらそのゲノムは生命の設計図といったって、その中身は解読できないわけです。でこれはあの皆さんよく知っているそのロゼッタストーンというのがありますけども、それを解読するようなものになるわけですね。で我々はこれをコンピューターとか、この後お話しするデータベースとかですね、そういうようなものを使ってこの意味を解き明かしていくということをすると、それが、今日何度もお話ししている、情報生命感、あるいは別の言い方だとバイオインフォマティクスというものになるわけです。じゃあこの解読をどういうふうに進めるのかということで少しお話ししますと、一つはですね、機械学習っていうのを使うんですね。これコンピューターで、学習させる、コンピューターのこと機械ですね。それによって学習、人間がいろいろ学習するのと違ってコンピューターが学習をするというタイプの、ものです。でこれは、こういうふうに例えば、もうこれはこの赤い色のがついたところは遺伝子ともうすでに実験で分かっていると。でこちらの黒いところは遺伝子じゃないと分かっている。なかなかまあ遺伝子じゃないってことは分かるってなかなか難しいんですけど、まあそれもちょっと置いておいて、仮にこういうふうに遺伝子の部分と遺伝子じゃない部分が分かったときに、この2つの違いは何だろうというのを見るわけです。もちろんこれじっと睨んで、あ左側には、例えば C とか G の文字が多いなとかね、3文字ずつ見ていくとどうだねっていうようなこともいろいろ人間の目で見て分かることもないわけじゃないんですけれども、基本は非常になかなか難しくて、しかも確率的な問題、確率的に決まってる、今の分かってる範囲では確率的に決まっています。でそういうのをこの2つの例を大量に与えてコンピューターで学習させるわけです。でここにちょっと小さく書いてますけども、なんかおまじないみたいなサポートベクターマシン SVM とかですね、ヒドゥン・マルコフモデルとかですね、コンディショナルランダムフィールドとかですね、まあ分かったような分からないようなすごい名前のその、ソフトウェアといいましょうか、機械学習のプログラムあるいは方法がありまして、そういうものを使ってこの中にある微妙なその統計的な違い、統計的に見たときに違いを見つけてきて、そうすると何か特徴が分かればですね、今度は全然、分からない、何も意味が分かってない文字列を、先ほどのこの文字列ですね、こういう文字列を先ほどの機械学習したプログラムに食べさせてやると、ここからここまでが遺伝子ですよということを予測してくれるようなプログラムなんです。でこういうようなプログラムを、作るというのが情報生命の一つの研究になるわけです。からもう一つ今度また別のタイプのものですけれども、過去に、取られたデータと比較してみて似ていればそこは何か進化的に保存されているというようなことが分かれば、それは遺伝子というか意味のある部分じゃないかというようなことで、その機能をとか構造といいましょうか、そういうものを予測するという方法もあります。でこういうふうにデータベースの中にとこれを比較して
こういうふうに例えば上と下がよく似ているような文字列を探してきて、この赤い文字列が分かっての意味が分かっていれば、この黒い文字列の意味も推測できると。例えばこういうタイプの研究です。で、これは非常に有効で、今日は皆さんブラストっていうのを使いますけども、そういうようなプログラムがいくつも開発されてまして、それを使って研究がいろいろ進展しました。ただ難しいのはですね、情報の立場で言うと、じゃあこの似ているっていうことをどう定義するかという問題があります。その次に今度似ているっていう状態を定義した後に、実際にこのデータベースの中からそれを探してくるわけですけども、これ大変なのはですね、これ動的計画法っていうのが最も似ているっていうものを探してくるには動的計画法っていう方法を使うんですけども、それはデータベース、ちょっと小さい下の方で見えませんけど、データベース中の文字、ここに入っている文字と質問の文字のかけた計算時間が必要になるんです。でこれはまあ短いから大したことはないんですけども、じゃあこちら側にどれぐらい入ってるかっていう問題になるんです。でこれその一つの例の、国際 DNA バンクというところに登録されてるその今のこの文字の数です。でこれちょっとエントリー一つの、データの入ってる単位がエントリーで、そこに含まれてる文字の数をここにヌクレオタイドをこの青で書いてますけども、でこの青いのは、こちら側を見てもらえるんですけど、じゃあそのこの今国際的に、作られてるデータベースにどれぐらいの文字が入ってるかっていう と、これ数えられますか、ちょっと私も分からない、1500億文字入ってるわけです。ですから非常に大変な計算になってしまうわけです。でなぜ大変になるかっていうと、先ほどお話ししたように似ているものを探してこないといけないからです。こんなふうに上と下がよく文字が合うように、こういうところにギャップっていうのを入れます。でこれはどこに入れてもいいんですね。そうするといろんなところに入れたらどうなるか、どれぐらいにいるかっていうことを考えていくと、ここにこれを入れる場所を少しずつ変えて計算をしないといけないみたいになりますけど、でもまあそれを効率的にやるのが動的計画法っていうことがあるんですけど、それでも今言った大変な時間がかかってしまうわけです。ですから今日これから使うブラストっていうのは、その原理的に厳密に探すんではなくて、そこをちょっとズルをして高速に探すという手法なわけです。ですから皆さんよく使ってるんですね。でこういう問題を解かないといけないわけです。それから、今日また何でしたっけ、サイトスケープというその表示の、プログラムを皆さんちょっと演習で使うと思うんですが、この生物学で問題を表現するときにですね、こういうふうに文字列で DNA ですと、こういうふうに文字列で1次元の文字でアルファベット4文字で4種類のアルファベットで書けるんですけれども、そうじゃないタイプのデータもいっぱいあります。でそれの一つの例が、あるタンパク質とあるタンパク質が、相互作用する関係があるというような時に、こういうグラフ表現を使います。丸と線で書くと、何と何がどういうふうに関係しているかと、こういうふうな、グラフでいろんな情報を表すということがあります。これは別にその生物学じゃなくても至るところで使われてますね。コンピューターネットワークでもそうですし、飛行機のその経路でなんかハブになっているとかいうのもこういうグラフ表現をするわけですけども、でこういうふうにグラフ表現をするんですが、でじゃあそれを、グラフで眺めようというふうに考えるわけですけども、実はこのグラフっていうのは非常に複雑につながってまして、100とか200の、オーダーの関係を表そうとするとこんなふうにぐしゃっと潰れた絵になってしまいます。でこれはどれだけ眺めてもやっぱりわからないわけです。でこれをどう処理するかというと、いろんな方法があるんですけども、これから、自分の関心のあるものだけ残したフィルタリングをするだとか、あるいは関係したものだけ集めてくるとか、ある、同じような機能を持つものだけ、集めるとかですね、いろんな解析をしてこんなふうに少しこう解きほぐしてやる必要があります。こうなってくると、ここのところはどうだとか、この辺りはどうだとかいうことが、おぼろげながら分かってくるんですね。でこういうようなことも、情報生命の研究になるわけです。で今言ったような非常に大変な、計算あるいは処理をしないといけないわけですけれども、
例えばそういうようなものをするのにどれぐらいのコンピューターを使うかということなんですが、これはつい最近、三島に国立遺伝学研究所というのがありますけども、そこに入った、スーパーコンピューターです。スーパーコンピューターは世界でランキングがありまして、これ今聞いてる範囲だと大体世界で170位ぐらい、これ生物学だと多分日本で一番大きいコンピューターじゃないかと思いますけども、ちょっとこれ見てもコンピューターの専門じゃない方は、さっぱりわからないかもしれませんけども、まあ、非常に大規模なコンピューターが入っているんです。でちょっと下の方を見ますと、ディスクがどれぐらいあるかっていうと、さっきペタっていう単位言いましたけども、高速なディスクが2ペタ、ちょっと遅い省電力のタイプのものが3ペタですから、今5ペタあります。でこういうような、ものを扱っていく必要が、まあ、あるわけです。でちょっとこの濃度数とか分かりにくいのでちょっとまとめたものだとですね、そのいわゆるその、プロセッサー、コンピューターの心臓部に当たるものが、これはちょっと正確には今入ってるのよりも一段、来年に増強した時の後の値なんですけども、12,000 の、コンピューターがあって、メモリーが 62TB、 それからディスクが、12.5PB と、こういうものになるわけです。でこういうものを使って今生物学を取り組むっていうのが、まあ、その研究の最前線では、まあ、当たり前というか普通になっている。ですから皆さんひょっとしたら生物が好きな人は、コンピューターとか数学が苦手かもしれませんけども、でも嫌でもこういうものを使わないとなかなか研究っていうのはできないような状況になってくるんです。でこのただ数字を見てもちょっとよくわからないかもしれませんけど、どれぐらいの金額がかかってるかっていうと、これ1日に借りるのに、だいたい借りてるだけですよ、自分が買ったんじゃなくて借りるだけで、1日250万円払わないといけない、大変なものなんです。でもそういうものを入れてでもそれだけのお金をかけてでも、まあ、こういうもので解析しないといけないという状況に今なってきているというわけです。さて、ここまで少しその、情報生命でそのなぜコンピューターを使わないといけないのか、あるいはそのための、どちらかというと情報技術の話をしてきました。ですから大量あるいは多様なデータをどう扱うかという観点でその情報生命の初期の頃の話をしました。でじゃあこれからどういうふうになっていくかって、最初の方で、システムとして生命を理解するという話をしましたけども、それにはどんなふうな取り組みがあるかという話をします。でこれはちょっと古い表で最近少しこの数も変わってると思いますが、ちょっといいのが見当たらなかったのでこれ、3、4年前のデータを持ってきたんですが、これいろいろそのゲノムが決まった、ゲノムの文字列が全部決まった生物の、一覧表です。そのほんの一部ですけども、でこのマイコプラズマっていうのはゲノムの文字数が大体60万で、その中に遺伝子が大体500個ぐらいあると言われています。でこれずっと見ていくと、まあ、大腸菌だなんとかとかありますけども、一番下が人ですね。大体30億の29億の文字があって、その中に、22,000 の遺伝子がある。でこれ下から上にどんどん大体複雑な生物になってるはずなのに、よく見るとですね、この辺りに人より、遺伝子の数が多いものがあるわけです。例えばこの線虫という透明なこのちっちゃなミミズみたいなのがありますけども、それでも2万ぐらいあるわけですね。なんかけしからん感じですよね、ちょっとねそんなミミズみたいなやつと同じなのかということになるわけですね。でゲノム研究のインパクトっていうのはいろいろあります。ゲノムが決まった人、特に人が決まって研究のスタイルがこの後お話しますけども、だいぶ変わったということがあるんですけども、それとは別にですね、このゲノムのその遺伝子の数っていうのが今言ったようなその高等になれば高等になるほど多いわけではないというようなことが分かったっていうのも、これ非常に大きな衝撃なわけです。そうするとこの2万と2万2000、あるいはここと比較してもいいんですけども、鶏と比較してもいいんですけども、なぜ、そういう、遺伝子の少ない数で複雑な、ことが複雑なものができるのかというようなことを解き明かしていかないといけないわけです。で、まあ、最初にゲノムは生命の設計図という話をしたんですけども、よく考えてみると設計図っていうと、例えば家の設計図だとそれ見たら大体その間取りが測って、ここにキッチンがあるとか、
ここにトイレがあるとか分かるんだけど、ゲノムって単にこう、そこに遺伝子の情報がずらずらっと書かれてるだけですから、ある種のこう料理のレシピみたいな、もっと分かりにくいかもしれませんね。ですからそれをやはりその読み解いていかないとこの問題っていうのは解けないわけです。ゲノム、何度も言うゲノムが決まったら設計図だから、ああ設計図が分かったらもう全部分かるっていうことになるんだけど、そうでは決してないんですね。ですから料理のレシピあれはそれもっとなんか分かりづらいことで書いてあるわけですから、それを読み解いてこの今言ったような問題っていうのを解かないといけないです。でそれがまさにそのシステムを理解するってことなんですね。一つ一つのこれも遺伝子を一つ部品だと考えると、部品の数は非常に少ないんですね。でもそれが非常に複雑に組み合わさって、複雑な生き物ができているとすると、それはいわゆるシステムとして違うからなんですね。それを解き明かそうってことになるわけです。でじゃあどんな風にやるのかっていう、先ほどちょっとあの絵を見せしましたけども、これまあちょっといい加減なタンパクみたいなもの、これどれがどれとくっつくかって話になって、そうするとさっき言ったように非常に複雑な絵になりますけども、これをこんな風にさっき書いたようにいろいろな手法でグラフの構造を見たり、あるいはその個々の濃度の意味付けを見たりして解き明かしていく。そうするとある機能を持ったものがこの例えば10の遺伝子から構成されている。じゃあこの10の遺伝子がどういうふうに関係してて今言ったような複雑なことを起こしているのか、あるいはこれが先ほど言った線虫とはどこが違うのか、同じような遺伝子を使ってても使い方がどこが違うのかって比較していくというようなことになるわけです。でそういうこのネットワークがの性質を見ることによってどういうことが言えるのか、こういうような例えば一つの方法で生命を理解していく。でまさにそうすると先ほど言ったように、網羅的にデータを集めてきて、これをいろんなコンピューターをかけて整理をし、意味付けをし、というようなことをやっていかないといけない。ですからそこは何度も言うように、単にそのコンピューターがデータの量が多いから、コンピューターを使うということではなくて、もっと、積極的にコンピューターといいましょう、情報として眺めないといけない。これはまさにその一つ一つはタンパク質だとか、DNA だとかそういうものの実態なわけですけども、こうなってしまうと完全に丸と線ですから、情報的存在なわけですね。こうやって眺めてみようというわけです。さてちょっと話が大冗談に振りかぶったことになりますけども、この生命を理解するということ、これが生命科学生物学の目標なわけですけども、大きく2つのアプローチがあります。一つは従来からこれ下の方ですけども、今まで分かっている知識とかデータを整理して、それからじっと眺めて研究者が頭で考えて、あここがよく分からない、じゃあここを実験してみようとか、そういうふうに進めるんですね。そういうのを、ちょっと難しい言葉ですけども、仮説駆動型という研究というふうに言うことができます。でもう一方の方は、この上の方に書いたように大量のデータから、規則性を見出すと、意味なんか全然考えない、とにかくデータがあったら比較する。例えば一番シンプルなのは、例えば糖尿病の人を全部集めてきて、糖尿病じゃない人と区別して、糖尿病の人はこの文字が全部、ある何番目の文字が A になっている、なんでそこが A になっていれば糖尿病になるかは分からないけども、とにかく大量のデータがあれば、そうだってことが言えるんですね。でそういうようなアプローチです。で従来はこういうような下の方の研究が中心だったんですけども、今はこちら側がどん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 大きくなってきて、それがまさに先ほどから言ってる、生命科学が、情報の学問になりつつあるということですね。今はこのデータ駆動型と呼ばれているものが主流です。でヒトゲノム計画っていうのは、その人のゲノム30億を全部決めて、どんな遺伝子がどこにあるかってことを決めたわけです。でまさにそれは個々の遺伝子を着目するんじゃなくて、まず一気に全部データを取ってしまって、その中から何か必要なものを探してくるというタイプの研究になるわけですね。従来は、このタンパク質がこうしてるかもしれません、このタンパク質の、に関係するタンパク質がこうしてるかもしれないということをやってたんですけども、そうじゃなくて先にごそっと全部データを取ってしまって、その中に何か、規則を探していくというわけです。で今だから情報生命ってまさにこういうことを中心にやってるわけですけども、ただ、言いたいことはこれはまた時代とともに変わります。その今、この情報生命が主流でも、まだ、今度、状況が変わって、仮説駆動型の研究がまた生まれてるかもしれないし、またこれの融合があるかもしれないんで、一概にこのデータ駆動型がいいから皆さんそれに取り組んで、もう生物の勉強なんかしなくてもいい、コンピューターだけやればいいなんてことは全く言うつもりないです。両方大事なんです。
でただどちらにもですね、このこっち側の研究するにしてもこちら側の研究するにしてもやっぱりコンピューターが欠かせないんです。なぜかっていう と、その従来型の研究といってもさっき言ったように論文に2000万件あるんですよ。2000万件は絶対読めないわけですよ。あるいはその本当に自分の関係する分野だけでもその、数千とか数万の論文があるわけで、それはとても読めませんね。それ以外にもいろんなデータとかいろんな研究がありますから、それを、人間の頭の中でさっと構成するっていうのは、できませんから、この仮説駆動型にもやはりそのデータベースとかコンピューターっていうのが必要です。でそういう意味でこの2つのアプローチをうまく使いながらこれから研究をしていくということになります。で今日お話しているのは、だから皆さんこちらの方のなんか論文を読んで実験をしてっていうことは今勉強しているので、もう少し違うアプローチもあるよということを今日お話ししているんです。今言ったその論文を読まないといけないっていう話をしたんですけども、実はそれもそのコンピューターで、助けようというような研究があります。こういうふうに論文があるとするとですね、どこに遺伝子の名前が書いてあって、その間にどういう動詞があって、例えばインデュースするだとかですね、アクティベートするだとかいうことが書いてあるとすると、それをコンピューターで処理をさせて、もちろんその情報検索 Google なんかの検索である論文を探してくるっていうのは今でも簡単にできるんですけども、それよりもっと一歩進んでその中から本当に必要な知識だけを取り出してくる。今の Google 的なやり方だと、自分の欲しいものの論文は見つかるかもしれないけど、その中に何を書かれてるか結局読まないといけないんですよ。それをもっと一歩進んでやろうと。でそういうものをコンピューターでやらせて、ここに書いたようなさまざまなものを、取り出してきて、例えば Excel の形にしてしまうと。そうすると非常に利用可能になってくるんです。ただややこしいのは、その今言ってる同じことの同じような遺伝子でも違う名前で呼ばれてたりするわけです。でそういうような、状況にありますから、そこの、こちらの論文では A という名前で呼んでる、こちらの論文では B と呼んでる、でこういうものの対応表を持ってない と、どうしても漏れが出てきてしまう。そういう意味ではこういうことをするためにも、辞書が必要だし、辞書を使ってまたこういう、テキストマイニング、マイニングっていうのはテキストから何か掘り出すっていう、マイニング発掘とかいう意味ですけども、テキストから、いろんな知識を掘り出すという意味なんですけども、そういう技術っていうのが必要になってくる。さてそれで今少しデータ駆動型っていう話を中心にしましたけれども、実はこれは生命科学の分野だけではなく、他の分野でも今同じようなことが、現象がさまざま起きています。最近はどこ行ってもみんなビッグデータですね。その前はちょっと前までクラウドって言ってたんですけども、で今流行語になっています。でビッグデータの定義っていうのはいろいろその定義があるんですけど、今はもうバズワードっていうんですか、専門用語のようで専門用語じゃない、みんな適当に使ってる、量が多ければって感じで使ってるんですけども、そのビッグデータはですね、当たり前ですけども、生命科学以外でもさまざまなものが出てきてます。地球の観測データ、さまざまなものがありますし、それからコンビニとかアマゾンで買い物した情報は全部中央のコンピューターに行って、その中でどういうものが売れてるかとか、このお客さんは何と何を一緒に買ったかというような情報を全部溜め込んでいくわけですね。そうするとその次にどういうようなものの品揃えをすればいいかとか、どういう在庫をすればいいかということが分かっていく。あるいはその、言語コーパちょっと難しい言葉ですけど、さまざまな、言語、英語や日本語で書かれた、それこそウェブやブログやなんかさまざまなものがありますけれども、そういうものが溜まってきてます。そうするとですね、従来は例えば日本語を英語に翻訳するというような時に、辞書を使って文法を使って、SVPO だとかなんかいう文法を使って、それは日本語にどうなのかってやつ、今はそういうことじゃなくて、2つの、言語の、翻訳した関係のものがあれば、それを使って学習してしまう。ちょうど先ほど言った文字列のホモロジー検索みたいな感じで、こんな風に、こんな風に、上と下がうまくマッチするようにするような、こういうのアライメントって言いますけど、そういうような操作で、その見ようというようなことも行われています。それから、携帯電話のとか、あるいはカーナビの位置情報を使って、渋滞回避をするとか予測するとかですね、そういうのもありますし、例えば災害の時に、その誰がどこにいるかっていうので、例えば東京から、どれぐらいのところに皆さん、何時間後にどれぐらい人が移動したかっていうのは、全部携帯電話がそのどの基地局にどれぐらいの電話があるかっていうことを見ていけば、例えば分かるとかですね、そういうことになってきてるんです。で今こういうように非常に大量のデータが出てきてるので、サイエンスそのものがですね、先ほどデータ駆動型といったのと近いんですけども、第4の科学、あるいはデータ中心科学という言い方がされています。英語で言うとデータインテンシブサイエンスとか、データセントリックサイエンスと
呼んでますけども、これがちょっとある本から、ある本というか取ってきたんですけども、そのジム・グレイっていう人がいまして、これはコンピューターの分野でデータベースの分野で非常に有名な人で、チューリング賞っていうのを取った人なんですけど、チューリング賞っていうのはコンピューターの世界の、まあ、ノーベル賞に相当する。でその人が、その人つい最近、まあ、4,5 年前に亡くなっちゃったんです。母親の散骨かなんか海に散骨するっていうんで、それでヨットかなんかで行方不明になって非常に亡くなってしまったという残念なことなんですけど、その人が、このフォースパラダイム、第四の科学といいましょうか、考え方といいましょうか、そういうものを、提唱していまして、でその人が亡くなったんです。その追悼の、論文集っていうのがフォースパラダイムっていう本がマイクロソフトが作ってるんですけども、そこにも書かれてるんですが、ここにあるようにちょっと英語で恐縮ですけども、実験科学、それから、理論科学で、それからコンピテーショナル、はい、でコンピテーショナルっていうのはいわゆるその、シミュレーションをして、例えば飛行機が飛ぶのをシミュレーションするとか、流体力学ですね、そういうようなさまざまなシミュレーションで、最近はこのデータサイエンス、データセントリックサイエンスで大量のデータの中からその規則性を見出していくと、こういうようなその研究っていうのが生まれてきてるわけです。ですからまさに、今そのゲノム、先ほどお話ししたように、ライフサイエンスはまあペタとか、あるいはその上のエクサというような大量のデータが溜まってきている状況ですから、そういうものをどう活用していくかということが非常に今重要なサイエンスのアプローチになってくるということです。それで、ちょっとここに書いてるように 2,3 年前のニューヨークタイムズにですね、ここ10年間で一番セクシーな職業は何かっていうと、それは統計家だというふうに言ってるんですね。なぜかっていうと、大量のデータの中からいろんな統計的な解析をして意味を、規則を見出すというわけです。ですから、その何度もお話しするように、生物学にしても他の分野にしても、その統計的な処理をするとか、データから眺めるとか、情報を使うとか、そういうことが非常に重要になってきているということです。ちょっと時間がなくなってきたので少し飛ばしますけども、それでそれを後押しするように、生命科学の分野でもまた大量データ、ビッグデータを出すというプロジェクトがまさに今始まろうとしています。でこういうのはコホート研究って言います。でそこにあるようにですね、特定の地域とか集団の人を長期間にわたって観察して、その人が血圧がどうなったかとか、どういう病気にかかったかとかですね、どういう食べ物を食べたかというものを全部集めていくと。そうすると、例えばタバコを吸ってお酒を飲むとこうだとかですね、こういう遺伝的な背景がある人はこうなるとこうだということを明らかにしようと。その中にはゲノムとかそういうさまざまな生化学データ、あるいは画像データを、蓄えていくという、それを、例えば1年ごとに、診断をして、例えば脳画像が少し脳が萎縮したとかどうか、まあ、調べるとかですね、そういうことですね。でもう一つはその環境とか生活、習慣の情報を集めるっていうと、まあ、ライフログと呼ばれたりもしますけれども、日々皆さんどういうふうに運動したかとか、どういう食べ物を食べたとかいうようなことを全部記録すると。これもだから膨大な量になるわけですね。でこういうものの中から規則性を見出した、さっき言ったようにタバコ吸ってなんとかなんとかした人はこうなるとか、遺伝的背景がある人はこうなるとか、そういうことを明らかにしようと言います。でこれはもうイギリスではもうプロジェクトがありまして、50万人のプロジェクトがあって、日本でもまあ100万人規模の計画をしようということなんです。実際には今東北復興と絡めて東北メディカルメガバンクというところで8万人の人を対象にして、いろんなこういう健康情報を追っかけていく。しかもゲノムまで調べると、ゲノムは先ほど言ったように非常に安く簡単に調べれるようになりましたので、そういうものも集めていると思います。でこういうような研究がありますので、まさにそのビッグデータとそこからの、いろんなその診断とか予測とかいうことが生命科学の、非常に大きな目標になりつつあるというわけです。ちょっと飛ばします。であとじゃあ、2枚ほどだけお話します。で最後にですね、融合研究が大事だという話をしました。で先ほど3番目にですね、それで最後にこのことに少し触れますけれども、生命研究、今日は情報科学的な側面だけお話ししましたけれども、実はナノテクノロジーとかいろんなさまざまな計測技術が必要です。あるいはそれによって進歩しているところがあります。現にゲノムの配列を決めるシークエンサーっていうものがあれだけ進歩しているわけですね。コンピューターより進歩している。ですからそういう意味ではその生命科学っていうのはデータ駆動ということを言いましたけども、そうじゃなくてテクノロジー技術駆動と、技術が新しい技術が出てくると生命科学が大きく進歩すると
というわけですね。ゲノムが、全然決める技術がなかったら全然ゲノムは研究対象にならないわけですけども、それを今簡単に決めれるようになったということですね。でそういう側面なんです。でそういう意味でも単に情報科学と生物学の研究だけじゃなくて、例えばその計測技術だとかナノテクノロジーだとかそういうものも一緒に研究をしないといけない、あるいはそういうことを理解しないといけない。それから、サイエンスの以外にもですね、様々なこの、生命研究にはこれ例えばエルシーってよく言われるんですけども、倫理的、法的、社会的な問題、人のゲノムは決めていいのかとか、あるいは人のゲノムは改変していいのかのことになって、これからどんどん出てきますよね。あるいはその出生前診断をしていい、いいのかどうかということも全部考える。それからそういう時に、さまざまに科学の最先端と、それから一般の市民を結ぶ間で理解を深めていくための科学コミュニケーションということも大事。それからまた全然違う範囲の話ですけども、税金を使った研究は、誰の成果は誰のものかという人の、議論もしないという。それから、今日出てきたそのデータとかデータベースの著作権というのは、どんなものなのか、誰のものなのか、どういうふうに使っていいのか、こういうことも考えないといけない。それからもちろんその、医学情報みたいなものは個人情報の側面もありますから、データをみんなでシェアするというのと、どういう関係になっているかということを考えないといけない。でこういうように生命科学一つとってもさまざまな分野との、融合というか結びつきがありますので、そういうことを理解して研究を進めていかないといけない。何度も言うように一つの学問だけ極めるっていうんじゃなくて、もう少し幅広い視野を柔軟な心を持っていろんなものにこう目を向けていかないと厳密な問題解けない。で、これ最初に申し上げたように生命科学だけに限らず環境問題でも多くの今世界中の問題っていうのは、複雑で大規模化してます。ですから一人でいろんな勉強もしないといけないし、それでも限界がありますから、いろんな人と仲良く、ね、連携しながら研究をして開発をして、そういうようなことも身につけないといけないです。さてそれで最後に私のタイトルが情報生命に挑戦しているわけっていうことなんですけども、今お話したように生命研究としても大変面白いし、あるいは情報の研究としても大変面白いと思ってやってるんですけども、これ建前の方で、本音はいろいろ偶然が重なって、しょうがなくこんなことやってるっていうのもありますから、そういうなんていうか理屈だけじゃないところがあるから、皆さんもさっき申し上げて柔軟な気持ちで柔らかい気持ちで取り組んでもらえるということです。でそれから、何度も言ってますけども、これからますます今重要性が高まってくるんですけども、一方で、人材不足が非常に深刻です。全然この分野に取り組んでくれる人がほとんどいません。なぜかっていうと、多分生物と情報両方勉強しないといけないというふうに言ってるからなんですね。で私のいる東京大学の大学院もいつも定員割れです。もう誰も来ないんですね。非常に困ってるんです。でだから今日実は少し宣伝もあって来たってことなんですけども、もう何度も言ってますけど、そう簡単に物事は解決できません。いろんなこれから皆さんが直面する問題ですから、例えば生物の問題一つとっても生物とコンピューターは両方ある程度学んでないといけないと思いますので、ぜひそういうことに、チャレンジしてもらいたいなというふうに思います。最後に今日実習のテーマですけど、この3つをやるということで、データの可視化ということと、いろんな遺伝子発現の解析と、それから最後はブラストをやるんでしょうけども、コマンドラインを使って簡単にと言いましょうか、大量に、配列解析をするにはどうすればいいか、この3つの、テーマを実習してもらいます。それで今日実習をしてくださる方は後ろにいらっしゃいますけども、そのメンバーっていうのはここにあるように統合データベースプロジェクトの、メンバーです。何度も言ってますけど、ゲノム計画以降ですね、生命研究がデータ駆動型になってくる。データ駆動型ってことはデータがあって研究をするってことですから、そうするとまさにその使いやすいデータベースがないといけないんですが、残念ながらそうはなってません。それは先ほど言ったように生命特有の問題もいろいろありまして、解釈がなかなか難しいとか、表現方法がいろいろバラバラだとかですね、さまざまな問題がありますと、あるいはそのデータの権利関係の問題、そういうものを全部、解消しようということで、今から6年前ぐらいですか、6、7年前ぐらいからこういうプロジェクトを始めまして、データをみんなのこう財産にしようとか、
データの意味付けとか関連付けをして簡単にそのデータからの知識発見をしようとか、あるいはそれを使ってそのオープンイノベーションをしようと、こういうようなことを目指してやってきております。でそのメンバーが、2007年にそのためのセンターが DBCLS というのができて、2011年に NBDC というのができまして、この2つの組織のメンバーが今日来てますので実習します。でなんでデータ統合データベースなのに2つの組織があるのか、これはさっき言ったように大人の事情がいろいろありまして、まあこうなっているというようなことです。ぜひこの新しい分野にですね挑戦していただければというふうに思います。以上です。